遅いくらいよ。長くは待てない。軍隊がいるわ。兵士であり奴隷でしょ。その違いを気にする者もいるのよ。気持ちのいい日にやめて皆をバカにするの。船に乗った初めてのドスラク人よ。私に従い毒の溝を渡った。これで続く者が出て真のカラザール。8000もの赤ん坊が殺された。私のものになったらあの男たち。奴隷の軍隊を率いたら私は何になる。黒魔道士、命の恩人ですね。あなた方二人の意見は重く受け止めるけど、今後人前で異議を唱えることがあれば二度と相談しない。分かったわね。何かよ。ちゃんと立っていられるようになっただけマシね。出て行った時私はまだ子供だった。そんな昔のこと叫びたりのその頭で思い出せる。あの時お母さんはあなたのこと怒鳴りつけてた。覚えてる？司法取引に応じてって必死に頼んでた。証言していれば2年か3年で出てこられたのに。私が13になる前に、お母さんが病気で死んじゃう前に。どうも私行かないと。もうここには来ないでもらいたいの。家にも息子にも近づかないでくれる。あなたとなんか会いたくもない。カイルでしょ。カイルリース。当然よ。頭でも打った？ T1000 液体金属。触れたものなら何にでも姿を変えられる。あなたを送ったのはジョン・コナー、抵抗軍のリーダー。私の息子でも知ってる。聞いて帰る。全て変わったの。ジョンがあなたを送った84年はもう存在しない。私を殺すために送られたターミネーターからね。もう二人で倒したわ。ねえ、その話は二度としないから。私の人生ただ合体するんじゃない。彼と愛し合わなくちゃ。わあ、びっくり。私の人生なの。どう生きるかいちいち助言されるのってほんとうんざりする。嫌味ばかり言わないで。あなたの友達は言われてもしょうがないけど、私は頑張って仕事してるだけなの。あなたはみんなにもひどい態度をとってるけど、私をいじめるのはやめてくれません？ボスはあなたじゃない。お母様に雇われてる。彼女にやめろと言われない限り居座りますからね。あなたが心配だからでも一緒にいて楽しいからでもない。私はお金が必要なの。切羽詰まってる。これどこで見つけたの？史上最高のタイツよ。もう今すぐ履いてみる。言葉にできないくらい嬉しい。本当にありがとう。全てを忘れない。出会った人々を、別れを繰り返す人生。繰り返すほどに辛くなる。次の路頂座城では少年が口を閉ざしていた。ご家族を知ればお子さんへの理解がより深まることがありますので、お子さんが回復するとご家族は忘れたがることが多いので。技術でしたら経験から習得しました。息子さんが英語での会話を望んでるんですか？正直な感想だけどすごく上手よね。周りとは違うんだって思う感じは私もよくわかる。そうとは限らない。頼る相手もいないし、さらわれて売られるかもしれない。クリムゾンドーンやハットカルテルに働いてるのよ。あなたは何してたの？じゃあもう行かなくていい。ここにいるから。あなた殺されてた。逃げられてよかった。逃げてないわ。元気そうね。ちょっと垢抜けないけど元気そう。ありがとう、ティリー。毒音弾をよろしくね。何に乾杯する？二人で乗って逃げるはずだった船は手に入ったの？ええ。でそのでかい取引はいつまとまるの？いつも考えてた。あなたは今頃どこで冒険してるだろうって。隣にいる自分を想像して私いつも。正直私思うの。ママは私が病気の方がいい。ありがたいと思ってもらえるからね。必要とされたいのよ。私が手術を受けて以来ママは干渉ばかりしてくる。あの人は私の人生をコントロールしようとしてるの。これじゃ誰の人生か。つか私の人生なんてあるわけ？通知が来ればいいのに。誰々様、これが人生です。どうぞ進めてください。ああ、何もかもぐちゃぐちゃ。なぜこんなとこまで来ちゃったの？あれは拷問に近いわね。ママの声で、あの歌聞いてたら首吊りたくなる。彼女は昔母国で歌手をしてた。旧ユーゴスラビア。